あの子、僕のヒーローなんだ。なんか楽しそう。波に乗るんだ。またこうやってお茶したり、またどっか他のところに行ったり。僕らは立ち尽くすだけ。でもずっと助けるよ、必ず。ただいま手が離せないか、電波の届かない場所におります。ミナト！君が眺めている。ミナトがいた。何言ってんの。君が眺めている。ずっとひな子のこと助けるって約束したろ。ずっと水中に潜っていたら波に乗ることはできないよ。こんなこと言いたくないけど、先輩はもういないんです。ひな子さん、どこに向かって泳いでいったらいいか分かんない。港、俺の願いはひな子が自分の波に乗れること。